鉄は中国の伝統的な武器である。歯がない金属製の角棒が据え付けられた剣という外見をした打撃武器である。武器としての起源、敬意は似た形状の無知と通じている。南宋の最小、立名の鉄。成功元年理性の名がある。福建博物院所蔵一般的なは全長90センチメートルほど。 握りでは2 0トルほどの聖堂あるいは鋼で作られた鉄の棒である。握りでなどは剣の形に作られているが、刀身に当たる部位は三角形、もしくは四角形の角棒となっており、刃はない。棒に角があるのは接触面を少なくして、打撃の効果を高めるためであり、平面部分にくぼみを作り、十字型にして、どのように振るおうとも角に当たるようにしたもある。 棒は固く、しなることはない。主に馬上にて片手で用いる武器だが、両手に二本のを持つ者もいた。鉄鞭、ち、鉄管、両色。むちその形、大小長短、随人力所商用の。人遊作四社、E の鉄管、こと方に勘型、皆むちるなり、武教創用より、が登場したのは、唐の時代で、この時期に発展した。 重装機兵向けの武器として盛んに用いられた。その後、武器のみならず保具としても使われた。有名なの使い手として、当建国の後進である、旗宿し法が挙げられる。旗宿し法は、鉄鞭の使い手である、上智慶徳と並び称せられ、後世には、問神として崇められた。ありがとうございます。